こんにちは沖町議員の馬場隆です今日はですね、えー、ニュース見てたら、ミャンマーのがですね、のスー・チーさんが拘束、まあ、軍務にですね、えー、されたというニュースを見て、まあ、ニュースをいくつかあ、この午後ですね、見てたんですけども、そうですね、まああの私もミャンマーに住んでたことありまして、えー、その時のお、その時ですね、あのーまあのま一緒にビジネスを始めたあマンさんという、まああの キリスト教の牧師さんなんですけど、まあ、ミャンマーは英語、残念ながら喋れる人があんまりいなくて、えー、唯一喋れる人を,を見つけているのが彼でした。えーまあ、キリスト教なんでですね。 あのいろんなキリスト教を、まあ、ミャンマーで広げるために海外で英語で結構、まあ、講習なりですね、えー、そういうのイベントに参加して、まあ、ミャンマーで普及活動してるので英語をベラベラ喋れる方で、まあ、その人と一緒にビジネスをやってたんですけども、えー、その人が、まあ、あのよく言ってたのがあの軍事政権だった時はですね、あのーまあ、本当に軍部の力が強くて、えー、国に対して、まあ、特に軍隊に対してですね えー、歯向かうような、あまあ、発言であったりとか、本を書いたりするとですね、えー、夜中にいい、いつの間にかいなくなるっていうことが一つ起きてたそうです。まあ、特にあの、停電、ミャンマーすごく停電が多いんですけども、停電がなる、停電になって、えー、そういう人が夜連れ去られる。まあ えー、まあ、軍部の人がですね連れ、連れ去ってるんだろうなと、刑務所に入れたられ入れられてんだろうなということで、も、え、う、ーまあ、そういうしょっちゅうあってました、まあ民主主義になってからはですね、スー・チーさんがあ、まあ、あのー、実際に仕切るようになってからは、あそういうことはなくなったあそうなんですけどもお、そういうふうに、その時のですね、マ、え、ン、ー、さんにとってすごく怖かった時代にい戻るんじゃないかなとお心配しているところでありました。 でもあの <coughs> まあ以上があの私のその今、その時の思ったことなんですけども、まあ、あのフィリミャンマーでですね商売をした時の話も少し話してみようかと思います。えー、っとですねあ、2014年から2015年ぐらいまでミャンマーのヤンゴーに住んでましたね。第2都市のマンダレーにも2、3ヶ月住んでた時ありますね。マンダレーではちょっといろいろ市場調査はしたんですけど、ちょっとまだあの市場規模が ちっちゃかったので、えー、ま支、あ、店までは出さなかったですけどまあ、ヤンゴンの方にはお店を出してましたまあいろいろ何をやろうか考えたんですけどずっとまああのー、まあ、3ヶ月最初まあ、3ヶ月までしかミャンマーはあービザでは滞在できないんでですね、えー、最初まああの観光がてらにいろいろプラプラしてたんですけどまあ、本当に ま,あまだあの経済的にですね、えー、まだ始まったばっかりっていう感じで、えー、本当にもう家庭、えー、ちっちゃい、えー、お店ですね、えー、本当昔の日本の、まあ、1940年から70年にかけての,の家族でやってる小おみちっちゃいお店がたくさんある。 って感じで、まあ、大きな会社だと、だいたいまあ、国営でやってるか、まあ、外資系がですね、その頃、まあ、あの、入ってきてる感じでしたね。特に、あの、まあ、工場とかがですね、やってました。ただ、まあ、あの、停電があまりにも多いので、なかなか工場とかもうまくいってないような話を聞いてました。はい。でまあ、私もいろいろ考えて、えーえー、何をやろうかなと、スケートボード屋さんを始めたんですよね。っていうのも、 まあ、ミャンマーあのいろいろレストランに行きましたけどだまあそんなにもともと数が多くないのでだまあ1か月もするとレストランに行くのも大体大概のとこ行ってしまってですね。あの えー、その後、まああの、やることないのでプラプラしてると、人がすごいいつもたかっているところがあってですね、近くに。えー、3つぐらいストリートを行ったところにで。そこに何かというと映画館だったんですよね。映画館すんご大繁盛してて、そういうことをいつも満席御礼で、えー、満席御礼プラス、もう、あのー、本当人気がある映画に関しては、まあ、の通路のところ、映画の 座席の方に行くとこの通路までですねプラスチックの椅子を何個か置いてですね、えー、まああの集客をしてたぐらい。 本当に映画館は人気でした。まあ安いんですよね。確か100円ぐらい、100円前後だったと思う、1人。でそれこそもう本当、地方からあの2、3時間かけて電車かけてわざわざ映画館に来てるみたいな人もたくさんいて、ですね本当に娯楽がすごく少ないんだなというふうに感じたので、えー、なんか娯楽、まあ、遊べる、若い人たちが遊べるものが必要だろうというふうに思ってですね、いろいろ考えて、まあ、身軽にいつでも始めれるスケートモードなんかどうかなというふうに思って、 まあ、いろいろ市場調査してですねスケートボードの今サークルみたいなのが。 3つぐらいありましてですねそういう人たちにこういう店やろうと思うんだけどとかっていう話をにしに行ったりとかしてすごくまあ,あの歓迎してくれましたもう皆さんスケートボードとか買うとか言っても買うところがなくて、えー、まあだいたいそのサークルとかでですね注文を受けてまとめてタイの知り合いのところにですねお願いしてその人があのお店でまとめ買いをしてですね段ボールとかでミャンマーに送ってたみたいなので、えー、お店があってそこでそのまあ 手に取ってみて選べるっていうのはすごくいいと特にちっちゃいパーツですねいろんなあのタイヤの部分とかですねいろんなステッカーとかそういったものも含めて是非やってほしいということだったので、えーまあ、まあそれがきっかけで、まあ、始めることになったんですけどもまあびっくりしたのはですねそのサークルとはいえ本当にあのー、まあ軍隊みたいにそれこそ 遊びの友達仲間であるにもかかわらずですねもうリーダーが言ったことはもう絶対服従みたいな感じのーサークルがありましてですねいやこれはもうミャンマー独自だなとか思いながらも、まあ、そういう文化かつその何て言うんですかね どまり割と真面目な、あまあ、日本とちょっと似たところがあると思うんですけど、まあ、上が言ったことでは絶対従うみたいな感じの人たちで、まあ、あの雇う、従、まあ、業員もですね、4人ぐらいその時雇いました。あのーまあ、宝石の市場によくあのフィリピンにですね、宝石を買って送ったりとかしてたんですけど、おそこの仲良くなった店員さんとかと、おまあ、こういう授業を探してるんだって言って、 でえー、その人がいろいろ声かけてですねくれてそうですね230人ぐらい、えー、募集に来てくれてですね その中から4人選んだんですけど、本、ま、当、あ、ほんとみんなですね、えー、雇った人たち、本当に、あのーまあ、私らはちょっと会話のするためにですね、ちょっと英語が少しでも分かるような人ということで条件でですね、いろいろ雇ってみたんですけども、まあ、本当に真面目な人が多くてですね、あのー、仕事としてはすごくやり,たやりやすかったですね、そのパートナーのこと人にしてみる見ても、ちゃんと言ったことはやってくれてですね、仕事としてはすごくやりたやり 安かった国ですねただまああのー、実際やってみたんですやってみてまああのー。 最初はですね、えー、アメリカのブランドのスケートボードなんか輸入したんですけど、まあ、うん、まあ輸入の、元々の金額が高いんでですね、まあ1万円で仕入れてそれを1万5000円で売れるかみたいな話なんですけど、まあそれでもやっぱり現地の人はすごく高くてほとんど売れなくてですね、まあたまにまああの軍部の、軍隊のお父さんお母さん、 まあ、お金持ちの家ですね。そういうお子さんがたまに買いに来てたぐらいで、もうほとんどの人は、まあ大体あの、中国の工場に直接にオーダー、オーダーして、あのー、もうブランド名も何もないような。 物はいいものなんですけど、まあ、結局そういうの中国からアメリカとかもですね、買ってですね、えーそ,こえー、そこで、ちまあ、アメリカの工場で、そこに、まあ、あのデザインを入れて、ブランド名を入れて、アメリカでブランド品として売ってるんですけど、まあ、その元の工場ですね、に直接私なんか注文して、えーえーまあ、見た目はですね、ただペンキで赤色でバーって塗ってある、黒色でバーって塗ってあるだけなんですけども、まあどっち、そっちの方がやっぱり2、3000円ぐらいで仕入れれるので、まあ、それを3、4000円とかで 売ってたこれは結構かなり売れました数もですね売れたんですけどもまああのそのスケートボードに興味を持ってくれる人っていうのがまあ、爆発的に広がったわけではないのである程度売れた時点でですね、えー、そこからあんまりこう広がりがなく、えー、その後はそうですねまあ結局ミャンマーは3ヶ月までしか 外国人め入れないので、まあ、タイとかに、えー、一回出ない、出ないといけないですよね。なんでタイに出たときに、まあ、あのタイのいろんなあ売ってるまあ、シューズであったりとか、えー、スポーツシューズであったりとか、そういうアパレルですね、ストリート系のデザインのアパレルなんかをまあ段ボールに送ってミャンマーに。 で販売しししたたりとかしてましたねベトナムの方に行ってベトナムの方のベトナムの方は結構シューズの工場が多いのでそういうナイキの手術なんかをですね大量に買って送ったりとかはしてました結局まあそうですね2年間ぐらいまあやってたんですけども そうですね。まあ、あのー、まあ別に赤字ではなかったんですけど、そこそこ売り上げもあって、まあお,お給料と家賃払えるぐらいはあったんですけど、まああの2年やってみて、なんか広がりが見,見えてこなかったので、次の戦略というか、まあいろいろ考えたんですけど、今当たそう、当てれそうなものがちょっと思いやらなかったので、結局2年で締めました。はい。 まああのー、まあ機会があればもう一回行きたいなと思ってたんですけどもまあちょっと軍事政権になったということでまあちょっとしばらく商売やりにくいでしょうから行くことはない,な,ないのかなというふうに思ってるところでしたそれがまあ以上の私のミャンマーでの体験話になりますえー、まあ参考になったということがあれば是非 高、えー、評価の方よろしくお願いしますこういった感じでですね、えー、ミャンマー、まあ、東南アジア系の話もしくはパラオとかですね、えー、の体験談やあのー まあ現状の話なんかをやってることが多いチャンネルです。まあ現在130本ほどのですね、動画がありますので、ぜひぜひそっちらの方も見ていただいて、えーさ、あの、再生リストの方の中ではですね、外国っていうリストの中に大体、ミャンマーとかフィリピンとか、東南アジア系の話は入ってますので、そちらの方見ていただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。また